皆さん、こんにちは。静岡県警察音楽隊です。厳しい寒さが続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。演奏に先立ちまして、新型コロナウイルス感染拡大予防のためのお願いがあります。演奏中はマスクを着用していただき、会話をしたり歌ったりしないようお願いいたします。さあ、それではこれからの時間は私たちの演奏と演技でお楽しみください。まず最初にお送りするのはテレビアニメの曲です。青くてどら焼きが大好きで、お腹に4次元ポケットがついているキャラクターといえばドラえもんですよね。アニメドラえもんから星野源が歌っているオープニングテーマドラえもんを演奏します。それではどうぞ。Thank you.
をお送りしました。次はお子さんに大人気のアニメ忍たま乱太郎から勇気 100% です。カラーガードエアエンジェルズによるダンスとともにお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
フレンデをお送りしました。次は再びカラーガードの登場です。曲は静岡市清水区が舞台のテレビアニメちびまる子ちゃんから踊るポンポコリンです。旗の色はお茶とみかんと駿河湾を表しています。それではどうぞ。Thank you.
Thank you.
会長をお送りしました。次は雰囲気をかなりと変えまして、郷土の音楽民謡から一曲。静岡の民謡の一つ、チャッキリ節は昭和初期に作られ、当時の静岡国際での披露やテレビ放送などを経て、今では全国的な知名度となっています。今回はチャッキリ節を現代風にアレンジした平成チャッキリ節をカラーガードエアエンジェルズのさまざまな小道具を使った演技とともにお送りします。それではどうぞ。
ありがとうございます。それでは皆様の温かい拍手にお応えしてもう一曲演奏させていただきます。ありがとうございます。アンコールは昨年9月に惜しまれつつも解散されました。風鈴のパプリカです。それではどうぞ。Thank you.